はい、どうもこまるわです。まず最初のコース、メットの恋物語。はい、こちらのコースはみんな大好きメットちゃんが恋をするお話みたいです。さあ、誰と恋するんでしょうか。おっと、トゲが来たね。多分トゲの方がメスかな。うわー、恋愛が育まれた。やっぱ夏だからこういうのもいいね。雨降ってる。これはあいあい傘でもした方がいいんじゃないの。え、何、喧嘩でも始まるの。あ、仲違いした。これ連れ去られるの。そんなピーチ姫みたいなことある。あ、でもボールをどっか行っちゃった。これもう天国行きの列車乗ったんじゃないの。あ、なんかパウブロックを投げて、これなんかマリオに攻撃してない、八つ当たりしてるよね。結構 DV 壁でもあるのかな。あ、上に飛んだ。天国行きの列車一緒に乗ったね。え、これマリオジャンプした方がいいのかな。とりあえず抗ってみます。あ、なんか飛んできた。倒した。え、ちょっと待って、死んだよ。あ、でも可愛い可愛い彼女は助かったのかな。下落ちてきたね。そんな天国から簡単に転生できるの。墓場なってる。どんだけ残酷な運命なの。え、あいつさ、なんか悲しんでるように見せかけてちょっと喜んでたよね。前後にわーいわーいみたいな感じになってたよね今。あ、悲しい曲とともに、これがお葬儀なのかな。多分曲がかかってるね。え、てかこれってどうやってかけてるんだろう。音符に当たってないよね。あ、なるほど、右端で画面外で鳴ってる、画面外で鳴ってるんだ多分。さあ出てきました。切り替えていきましょう。これもしかして中身入ってないよ。空っぽじゃない。あれなのかな、やっぱ失恋した後って中身空っぽで病んでるような感じを再現してるのかな。え、潰れるんじゃない。ちょっと待って、かぶりたい。あー、死んだ。え、待って、あ、これもしかして失敗なのかな。やり直したいと思います。やり直せません。あ、来た。あ、なんとか乗った。よし、この状態で多分跳ねて行ったかで切り替えて、多分タイミングよく落としてでも中身入ってないんだよね。大丈夫かなこれ。え、どのタイミングで行くんだ。乗ったりする、タイミングよく。え、無理じゃない。ここか、もう一回、もうちょっと揺れてほしいな今。あー、難しいな。ちょっとカットします。あ、なるほど、これ切り替えるんだ。こうやって登ってって、さあ下ろしました。来るのかこっちまで。切り替えてあげて、全く世話の焼けるやつだな。でも可愛い子供ほどこうやって世話が焼けた方が愛情が育まれていくんだよね。さあ落ちてきました。あいつ大丈夫か。明らかに中身入ってないけどな。さあ出てきました。え、あ、なるほど、その発想の転換はすごい。復活するのか。復活したー、早く開けてくれ。よし来たぞ。さあドラゴンボールを集めてきました。生き返ったー、おかえり。覚えてるのかな、まだ前世の記憶ある。あ、近づいていってる。ストーカーか。そんな後ろから行かなくても。いや今振られたよね絶対。あ、ついてってる。皆さん見てください、これがストーカーの本性です。あ、逆ストーカーになった。カエル化現象が起きてる。ドア入れるのかな。マリオどこにいるんだ。あ、なるほどね、こっち行くと中間地点。あ、なるほどね、まだ続きがあると。老後生活が見れるのかな、結婚後かもしれない。さあ出てきました。お家でも建てたのかな。とりあえずじゃあ入ってみるね。お邪魔します。あ、いるんだけど。これってさ、なるほど、固いね、固い絆を結んでるね。え、いたー、あし。まあ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 、見なかったことにしよう。ちゃんとね、幸せな運命をたどってるから。あれ、これどっかで切り替えるのかな。さあ出てきました。屋根からも入れるんだ。そんなサンタクロースみたいなことできる。あ、サンタって書いてある。本当にサンタだったの。え、どっかで切り替えるよね。なんか書いてある、ホスピタル、病院だって。鍵あるから入ってみよっか。はい、さあ左のドアから入室しました。うわー、裏ステージだ絶対。登ってって。二人は結婚しましたと。あ、なんか落ちてきた。絶対今上に行った奴らと違うよねっていうのは内緒ね。あ、なるほど、切り替わったから行けるんじゃない。ここ二階建てのお家の二階へ、さあ行ってみたいと思います。これさ、老後生活用の貯金なんじゃないの。勝手パクって大丈夫。まあマリオのおかげで結婚できたんだから、こんくらいのご祝儀はもらってもいいよね。逆ご祝儀だな多分。じゃあこのパウブロックを持った状態でサンタクロースの場所かな。え、入れないかもしんない。そうだよね、入れないよね。ってことはこのパウブロックはどこに使うんだ。とりあえずじゃあ入っていきます。出てきたー。あ、なんかいる。
無駄に犠牲にした命を。はい、クリア、ありがとうございます。儚いな恋愛って。ついでのコース、レッツ三択クイズ。はい、こちらのコースは三択クイズみたいです。やってみたいと思います。スタート。さあ行きましょうか。第1問目、この上の3枚の絵の中でどこか一つ間違いがありますと。さあどこでしょう。あ、もうわかった。ヒントは右じゃありません。この真ん中もしくは左のどっちかだね。下側だね。まあ大ヒントは、答えいきます。このコインの場所、この真上のコインの場所が多分ないから真ん中でしょう。こんな感じでやっていくのかな。間違い探しコースかな、おそらく。あー、なるほど、間違えると食らうと HP が減っていく感じだね。第2問目、まあ、どういう問題なんだろう。難しいな。入っていきます。さあ出てきた。なるほど、足し算か。メット足すトゲでトゲメットなんじゃない。青色を変化するかな。でもこれ以外ありえないよね。とりあえず行ってみたいと思います。この青色可愛くない、なんか。さあ次行きましょうか。お金めっちゃもらえるんだけど。22万円ありがとう。さあ第3問目、これは間違い探しかな。間違い探しだね。あ、ちょっと難易度高いかも。はい、皆さん多分分かりました。いや違うかな。大抵こういう場合って背景違うんだけどさ、この土管の上の草の部分ちょっと光ってるよね。背景違うのかな。行ってみたいと思います。他光ってないんだよね。あ、正解なんだ。答えどっか載ってない。え、デカキノコ。え、なんだろうこれ。これが答えでしたよってこと。まあ行ってみましょうか。まあ合ってるな、正解でいいでしょう。ナイス、セーブ。ここから難易度が上がります。こっからが本番か。全然イージーじゃないんだけど。さあ第4問目、お、どこの三択クイズだ。結構もう難易度高いよね。1、2、3。これ間違い探し。さあ皆さんと僕どっちの方が早いでしょう。まあでも大体こういうのってさ、線だよね。なんか違いがあるぞ。え、なんだろう、なんか違いある気がするんだけど。真ん中っぽくない。一応こっち側も見てみる。うん、長さが違うような気もしなくもなくなくなくない。あー、わかった。え、すごい、このコース真ん中だ。なんで真ん中かわかる、みんな。多分この音符の数じゃない。これがさ、下だけ1個だからみたいな感じかな。さあ行ってみましょうか。あ、正解だ。あ、ほら、音符の数っぽくない。そういう説明なのかな。さあ次来ました、第5問目。まだまだあるね。うわー、幅離れてるの難しいな。え、待って、4択ない。3択クイズ。あー、なるほど、わかったわかった。これが参考で、これとぴったり一緒なのはどれでしょうってことかな。まあまず左は違うんじゃないか、覚えておいて。結構難易度高いな。左が違うってことはこれを見比べれば違いがわかるんじゃない。どっちが違うよね。あ、わかった。あ、わかった、真ん中だ。さあどこは違うでしょう。はい、簡単ですね。答えは真ん中と、このハテナが違う。どうでしょうか。違うの。あ、一緒のを探すんだっけ。なんで違うの、わかんないんだけど。これ不正解、不正解。正解。あー、じゃあ左も多分どっか違う部分があったんだ。で、全く一緒なのは右だったのか。うわ、むずっ。ただの間違い探しではないですよと。さあラスト問題いきましょうか。結構難易度高いな。なんか今上上がりたよね、絶対。いや、なんか不正解な気がするぞ。 F って書いてある。うわ、今の上がればよかったのかな。なんか書いてある、リッスン。はい、聞きます。はい、はい、はいはいはい。え、なに今の。星のカービィだよね。マリオ、カービィ、これなんだろう、サンズかな。全然任天堂じゃないけどカービィだよね。グルメレース、オッケー、正解。さあ上がっていきます。来た。うわ、もしかしてこれは。30万円ゲットでワンナップ。はい、クリア、ありがとうございます。ちょっと美容院行ってきます。